今日はヤマハのトレーサー 9GT に試乗しています。このように高速道路を軽く流しているだけでも、まさにその名の通りグランドツアーラーとしての性能は、先代モデルよりもかなりアップしているのではないかと感じています。 MT-09 とプラットフォームはほぼ共通化されているので、エンジン音に大きな違いはないとは思いますが、念のためこのモデルの音をお聞かせしたいと思います。今エンジンの回転数7000回転ぐらいなのですが、やはり直列4気筒エンジンと比べると中音域メインの音となっていて、これはこれでかなり迫力のあるというか、聞き応えのあるそんな音になっているのではないかと思います。前回の MT-09 の時はちょっと感じ取れなかったのですが、やはりこれぐらいの回転数ともなると、前回聞こえないとコメントしましたが、やはり3気筒独特のこうヒューヒューとしたというか、このモデルの場合はちょっとこう鈴の音のような、そんな音が混じっているのが分かります。はい、それではまたトップギアまで戻します。このモデルも MT-09 同様、アップダウン両対応のクイックシフターが搭載されているので、このような高速道路のクルージング時もライダーは本当に楽ができるなと思います。それではいつもの坂道に差し掛かるエリアなので、エンジンを味わってみたいと思います。このモデルご存知の方も多いと思いますが、電子制御はもうかなりてんこ盛りといった状態で、今ヤマハのパワーモード、ライディングモード D モードに関しては1という最も元気がいいモード、そしてトラクションコントロールは1ですから介入度が最も少ないスポーティーな設定、そしてこのモデルは、前後電子制御サスペンションが入っているわけですが、今 A の2ということでちょっとソフトな設定にしています。せっかくですからちょっと他のモードと合わせて電子制御サスペンションを少し固めの設定にしたいと思います。今 A の1というスポーティーなライディングに向いたモードに変更しました。それではちょっと右手開け閉めしてみたいと思います。まずは6速のまま。当然といえば当然ですが、 MT-09 と大きく変わるところはありません。もう全域にわたってこの3気筒エンジン独特のザラついたフィーリングが、こういったモーターサイクルにおいてはそのパワー感を演出する一つの要因となっていて、こう開け閉めするのがかなり楽しいエンジンといったそんな印象です。直列4気筒エンジンだと多くのモデルにおいてエンジンの回転数が上がってくると、もっとこうシュワーンとこう伸びていくような感じが強くなってくると思いますが、この直列3気筒エンジンの場合はこのように回転数が上がっていっても、そのざらついたフィーリングを伴ったまま加速していくという感じで、やはりこれが直列3気筒エンジンの一つの味、エキサイティングな部分につながっているのではないかと思います。それではちょっとシフトダウンします。はい、今4速です。4速でちょっとスロットルを開けると、パワーというよりはどちらかというと私はトルクの方を強く感じますが、そういったものがもりもり出てくるという感じ、この辺りは直列3気筒エンジンならではのキャラクターではないかと思います。もう一速落としてみます。はい、今3速。先ほど言った直列3気筒エンジンのこうヒュルヒュルというか鈴の音のような音が混ざってくる回転域ともなると、
相当にスポーティーで、まあ、先ほど言ったそのトルクとともに回転馬力も相当出てくるなといった感じ、全回転域において、まあ、トルクフル、そして力強く、そして高回転域に伴って回転馬力も出てくるというのは、まあ、やはり直列単気筒エンジン本当に面白いなと思います。このモデルは MT-09 同様4種類の D モードを搭載しています。数字が多くなるほど徐々に穏やかな性格となってくるわけですが、今度その D モードを最も穏やかなモードにしてみたいと思います。はい、今4ですね。はい、4だとこのようにスロットルを大きく開けてもふわっと加速するといった感じで、まあ、相当おとなしくなったというか扱いやすくなった、まあ、そんな感じですね。個人的にはツーリングであればこの4で十分というか、4がまあライダーの疲労も少なくて良いのではないかと思います。で今3に変更しました。3だとどちらかというとキャラクターは4に近い、まあ、ただ回転上昇に伴って少し厚めのトルクパワーが出てくるといったそんな印象ですね。そして今度2、はい、この2では MT-09 との感触の違いがあるような気がします。 MT-09 の場合はもうこの2に変更するとどちらかというと少しこう1に近いようなちょっと元気の良さというか鋭さが出てきたように記憶していますが、もしかしたらインジェクションのセッティングなども変更されているのかもしれませんが、まあ、最も大きく影響しているのは車重だと思います。確かですね、素の状態で30キロぐらい車重が違うので、まあ、この影響が最も大きいのではないかと思いますが、スロットルの開け始めの部分でも MT-09 よりは少しこう鋭さというかスロットルレスポンスの元気さが抑え気味といった印象ですね。そして今1に変更しましたが、1に変更するともうこうスロットルの遊びが取れてもう本格的にもう開け始めた状態からもう元気がいいと、まあ、そんな感じになっていて、まあ、これは MT-09 と全く共通する部分ですが、 D モードも4段階あればライダーの好みや状況に合わせてかなり細かくフィーリングが変更調整できるのではないかと思います。また全てのモードにおいて言えることですが、エンジンは増加した重量に対しても余裕たっぷりといった感じがします。最も穏やかな4においても確かにこうスロットル開けた時のこうふわっとした優しく加速していく様子ではあるんですけれども、まあ、これにおいてもですね、エンジンの回転数が上がるにつれてもう十分なトルクとパワーが出てくるといった印象で、ライダーは自分の好みや状況に応じてもう積極的に好きなモードを選べば良いのではないかと思います。じゃあまたこの D モード、最も元気のいい位置に戻したいと思います。はい、まあ、やはりね、位置に変更すると4とはかなり違うということが分かります。それではですね、今度トラクションコントロールはともかくとして、先ほどちょっと変更した前後の電子制御サスペンションのフィーリングの具合も確認してみたいと思います。はい、今スポーティーな走行に向いている A の1、そこからですね、はい、今 A の2に変更しました。先ほどの A の1はそれほど極端に硬くなるというわけではありませんけれども、前後ともにこの A の2と比べるとかなりダンパーが締め付けられているというか引き締まったちょっと筋肉質な印象で、まあ、確かにですね、オンロードのスポーティーな走行に向いているといった印象でした。一方この A の2の場合は高速道路上に存在するさまざまなギャップ、まあ、中にはですね、結構鋭いギャップ、そしてこう波打つようななだらかなギャップ、さまざまなものがあると思いますが、まあ、そういったものをですね、前後サスペンションが非常にしなやかにこう舐めるようにトレースするといった感じで、まあ、そこは電子制御サスペンションらしく、センサーからのフィードバックによってダンパーのセッティングは刻々と変わるということで、まあ、個人的にはですね、この A の1と A の2、2種類でもう十分ではないかと感じています。このモデルに搭載されている前後の電子制御サスペンションは
KYB 製となっていて、またダンパーのセッティングの変更はソレノイドバルブを採用しているということで、実はですね、セッティングが変わるのが結構早いんですよね。例えば信号待ちなどでちょっと車体をですね、こうブレーキをかけながらこう揺すりながら A の2から A の1に変更すると、こうダンパーがですね、こうギュッと締め付けられたのが、走っていなくても車体を軽く揺すっているだけで感じられるぐらい、まあ、それぐらいですね、こうスピーディーなダンパーセッティングの変更が可能となっていて、まあ、このあたりもですね、結構変化率が大きいなと感じさせる一つの要因となっているような気がします。それではですね、よりスポーティーな A の位置にまた戻したいと思います。はい、今 A の位置ですね。まあ、今ね、変更したばかりですけど、もうダンパーセッティングがこうキュッと締まったような、そんな感触が得られています。それではちょっと車線変更してみたいと思います。メインフレームとエンジンというプラットフォームはほぼ共通化されているので、それほど MT-09 と大きく変わるといった感じではないのですが、まあ、やはりこう車線変更してもちょっとワンテンポまではいかないですけども 0.5 テンポぐらいこうゆったりとこちらのトレーサー 9GT の方が入っていく、そんな印象ですね。ただこれでこうダルとか、こうちょっと鈍いなとかいう感じはなく、あくまでもこうちょっとした落ち着きを伴いながら狙ったポジションにスッと入っていくという感じなので、これぐらいの設定であれば MT-09 と比べてもこのモデルが例えば鈍重になったとか、そう感じる方は少ないのではないかと思います。またこの身のこなしの違いというのは車重だけではなくホイールベースの違いも大きく影響しているのではないかと思います。約7センチでしたかね、ホイールベースがこのトレーサー 9GT の方が長くなっています。でもしかしたら前後のサスペンションの違いも影響しているかもしれませんが、ホイールベースの違いを生み出しているのはスイングアームの長さなんですよね。先ほどプラットフォーム、つまりフレームとエンジンはほぼ共通化されているとコメントしましたが、 MT-09 の単純な着せ替えモデルではなく細部においては結構変わってるんですよね。そういったものの積み重ねがこの乗り味の違いに現れているのではないかと思います。いずれにしてもですね、これは当たり前の話ですが、ロングツーリングにおいてはもう明らかにこのトレーサー 9GT の方が向いているということは、まあ、乗れば誰しも明確に実感できるのではないかと思います。このようにテレッと巡航している状態での直進安定性も MT-09 よりも相当強いなと感じられます。また車体の印象についてですが、このように走らせてみると、これが MT-09 のプラットフォームを利用したモデルなのかと、ちょっとにわかには信じられないぐらい雰囲気が変わっています。ゆったりとしたというか、結構大柄なモデルに感じられます。ハンドルバーまでの距離も MT-09 よりもかなり近く感じられますし、あとこの立派な、まあ、左右に分割されたメーターパネルもちょっと遠くに据えられているような感じがしますし、あとこのウィンドスクリーンなど、まあ、やはりですね、装備品がかなり増えているので、このフロント周りの見た目だけでも相当違うんですよね。まあ、私としてはこれが本来の姿であろうと思ったので、あえてケースを3つ、トップケースと両サイドのパニアケースを装着した状態で今日のテストに臨んでいます。そのせいもあってですね、まあ、先ほど車線変更の時でもちょっとコメントしましたが、少しこう車体を揺すってみても、あの非常にシャープだった MT-09 とは、まあ、かなり乗り味も違っていて、むしろですね、こう似ているのはエンジンのフィーリングだけで、それ以外の部分はもうほぼガラッと変わってしまっていると、言っても過言ではないぐらい、まあ、それぐらいですね、乗り味は変わっています。このハンドルバーもトップブリッジから生えているライザーによってかなり大幅に高さを、まあ、上げられていますし、あと鍵穴もですね、この辺りは多分 MT-09 と同様なのだと思いますが、まあ、タンクに対してこう結構深い部分にキーシリンダーがあって、またですね、このフロントフォークのトップの部分、
電子制御サスペンションなので、コードとあとプリロードの調整のダイヤルがちょっと見えますが、これもですねライダーの着座位置から見ると、まあ、かなり低い位置にあって、まあ、そういう部分からは、まあ、MT-09 ベースなんだなということは分かりますが、まあ、先ほどから何度もコメントしている通り、まあ、乗り味としては全く異なるといった感じとなっています。トラクションコントロールに関してはこれは MT-09 と同様だと思いますが、その派生のコントロールとしてですね、スライドコントロール、そしてフロントホイールの浮き上がりを抑えるリフトコントロールなども搭載されていて、まあ、電子制御に関しては現在望まれるものはもう全て搭載されていると言っても過言ではないと思います。また前後の ABS も含めてほとんどの電子制御は IMU 6軸の感性センサーからフィードバックされる情報をもとに適切なコントロールがなされるということで、まあ、このあたりもですね、まあ、このモデルは実際ちょっと違うとは思うんですが、まあ、最近のアドベンチャーモデルと比較しても何ら引けを取ることがない、まあ、それぐらいの充実度になっていると思います。ライディングポジションに関してはもう極めてアップライトですね。私の上半身は今の状況だともうほぼ90度というか、まっすぐ直立している状態、そして今ですねこうステップから真上に足を上げているのですが、まあ、これもですね10センチ以上もう楽々と上がるということで、足元のゆったり感もたっぷりとあります。ステップの高さやハンドルバーの高さ、そしてシート高も調節できるんですが、通常私はシート高が調節できる場合は高い方を選択することが多いんです。今日はですねあえて低いポジションのまま走っていますが、まあ、これでもですねハンドリングに大きな影響が出ているという感じでもなく、むしろこの低い方のポジションの方で、ハンドリングはしっくりきているので、あらゆる体格の方がロングツーリングに使っても何ら不都合がない、そんなモデルに仕上がっているのではないかと思います。